ゴールキーパーは畑野、ディフェンスは4人、増山、串引、白井、米田、アンカーの位置に桑崎、2列目には右から澤田、カイオセザール、マテウス、ジェズス、マルコス、ギレルメ、そしてワントップにはフアンマ、デルガドです。一方アウェーの徳島、ゴールキーパーはホセ・アウレリオ・スアレス、ディフェンスこちらも4枚、西野、内田、森、光大、阿部、ボランチに長木と白井、2列目には右から杉森、杉本、西矢、ワントップに柿谷という予想です。内田が落として長木に渡しました。徳島フアンマ奪った、縦に送っていく、マテウス左足、スアレスが触りました。前線でやはりこう深みを取ることによって、まあ、このボランチの選手たちがですね、手前で受けようとするんですけども、ここは斜めのいいボールつながった、増山からさあ海洋につながった、右足決まった、長崎先制、前半の11分、海洋センターアルが決めました。23試合ぶりのゴール、今シーズン自身2得点目。大きなサイドチェンジから間を取ったカイオセザール、まずホーム長崎先制、前半11分です。あるかもしれないですね。知れないですよね、ただ阿部は下がりましたが、長木の右足決まるか、ポストに阻まれた、ゴールはならず。このシーン、はい、跳ね返ってくるのか吸い込まれるのかという、ちょっと触ってますかね、畑野の右手、フアンマ、澤田とフアンマのワンツー、右に流す、さあフアンマの前だ、来た、右足を振った、スワレス触ったか、触りましたね。いや、スワレスもよく手出しましたね。そうですね、このちょっとコントロールミスを見逃さなくて、はい、シュートを行くところをフェイクにしながら最前線柿谷選手と、まあ、そのあたり、まあ、サイズのない選手なんですけど、本当にこう違いをつける選手ですね。さあショートコーナー、長木から西矢、もう一度長木は早いゴール、このボールは浮いてるぞ、おヘディングは決まったか、決まったか、徳島同点、前半の35分、阿部の頭から生まれました。今日 J リーグ通算100試合出場を達成した阿部隆、今シーズン自身3得点目です。いやー、ゴール前今のシーン、そうですね、ちょっと意表をつくようなこのショートコーナーから速いボールで、こう上に上がった時のこれ誰が行くんだっていうところで、ね、ちょっとこうコミュニケーション取りきれなかったですよね。その隙をしっかりとこの阿部選手がついていったと。高さでは今日分がある長崎、増山は誰に合わせていくのか、ここはフアンマを通り越して相手にボールが当たって、もう一度桑崎のクロスは、ヘディングはサイドネットか、最後は串引きでしたが、狙ってますね、やはり、はい、ここは左サイドから松田は行く、クロスが入った、ヘディング回路、バレス正面、やはりチャンス作りますよね、松澤選手。杉森、この西矢がヘディングで落として、森海斗どうする、流して白井英二、どう、畑野が触った、もう一度クロスは入ってくる、ヘディング、森海斗もう一度防いだ、ゴールは割れない徳島、長崎必死の守備、米田のクロス、森光大が跳ね返す、セカンドは徳島、森海斗、まだキープ、さあ上がりを待つ、前に送っていく白井英二、逆サイド内田がいるぞ、白井英二のシュートは決まった、狙いすました、白井英二の逆転弾、9試合ぶりのゴールです。今シーズン自身2点目、徳島逆転。松岡さん、コントロールシュート、はい、この混戦からですね、はい、ぐーっと前に出てきて、ここで西矢選手がプルアウェーで相手を引きつけている間にちょっとあの時間を置いたんですけど、何回もゴールを見てはコースを確認して、最後コントロールシュート、ここは畑野に渡して、畑野のクロス、ヘディングは決まるか、ポストを叩いた、
まずチャンスか。マテウス右足、いいよ、クロスバー、なんとかかき出す徳島、うん、怒涛の攻め長崎、しかしゴールは割れず、ビッグチャンスでしたね。白井春樹から流す、マテウスは右に、増山のクロスが入ってくる、低いボール、ここで試合終了です。徳島ヴォルティス2試合ぶりの勝利、2桁の10勝目を挙げました。上位チームから奪った貴重な白星、残留に向けて大きな大きな勝ち点3を加え、これで47としました。